今回はですね、あの楽天モバイルが年末年始大感謝祭ということで、まあ1月7日のね、8時59分までなんですけれども、なんとですね、あのポイント還元が今までね、5000ポイントだったのが、8000ポイントになってるんですよね。で、以前に私のチャンネルでもね、紹介をさせていただきましたけれども、まあ、もともとね、楽天モバイルっていうのは、まあ、1回戦目ね、初めて契約する方は、1年間ね、その月額の利用料金が無料になって、さらに、今ですね、楽天のね、モバイルルーターがあるんですけれども、それをね、無料で同時に契約すると、まあ、ほぼ無料でね、まあ、実質0円ですかね、ポイント還元で、ほぼタダでもらえるんですけれども、まあ、そういうキャンペーンもやっていて、かつね、まあ、5000ポイント今までもらえたんですけれども、まあ、それがね、1月7日までになりますけれども、プラス3000ポイントアップして、8000ポイントもらえるようになっています。ちょっとありえないです。それで私がね、今一押ししているのが、この誰でも実質0円お試しキャンペーンということで、この楽天 Wi-Fi ポケットっていうね、まあ、モバイルルーターが、まあ、ここにも書いてある通り、まあ、ただ実質0円でもらえますということですね。で、これが0円でもらえて、さらにね、事務手数料も0円なので、さっきのね、8000ポイントを入れると、このルーターがタダでもらえて、で、もちろんね、これは1回戦目の人に限ります。ここ1回戦目ならって書いてありますけども、1回戦目の人は1年間ね、楽天モバイルのデータ使いたい放題が1年間タダで使えて、さらにさっきのね、8000ポイントがもらえるというね、ちょっと頭のおかしい特典になっています。この楽天 Wi-Fi ポケット誰でも0円お試しキャンペーンというものなんですけれども、これはですね、まあ、このね、0円キャンペーンっていうのは、その楽天 Wi-Fi ポケットっていうその端末がね、モバイルルーターが、ま、0円になるということなんですけども、これはですね、キャンペーン期間中に楽天アンリミットと Wi-Fi ポケットをセットで購入すれば、基本的に対象にはなります。まあ、なので、既存の回線を持っている方も、一応もう1回線契約するつもりになれば、端末は、ま、タダでもらえるということになります。まあ、ただこれもですね、特典はお一人様一回のみということなので、契約すれば何台でももらえるっていうわけではありませんので、あくまでもね、もうすでに楽天モバイルを契約していて、さらにもう一回線増やす。で、初めてこの Wi-Fi ポケット誰でも0円お試しキャンペーンを使うということであれば、まあ1台はね、もらえるということになっています。まあですので、これはね、既存の回線を契約している方も、もう一応ね、端末はタダでもらうことができます。ただし契約が必要です。このね、特典適用対象外っていうところに、こういった形でね、まあ、申し込みができなかった人ということが書いてありますので、まあ、なので、基本的にはですね、その2回戦目だからダメということはありません。ただね、併用付加のキャンペーンとして、この楽天ハンドの、ね、販売記念キャンペーンとかですね、あと、楽天アンリミットと同時にね、契約するとポイントがもらえるってキャンペーンがあるんですけれども、まあ、それとは併用できないということですね。まあ、ですので、楽天モバイルを契約して、Wi-Fi ポケットを同時に購入して、Wi-Fi ポケットで0円でもらいながら、他のね、スマートフォンも購入して、そちら側でさらにね、先ほど2万ポイントでしたっけ？最大2万ポイントもらえるっていうのはね、端末買うと、そういうキャンペーンがあるんですけども、それも使って、例えばそのスマートフォンもね、ほぼ無料でもらおうとかって、そこまではできないということですよね。で、あとね、これ一応実質ね、0円、実質ただみたいなことが書いてあったと思うんですけれども、まあ実際は1円みたいで、で、この1円を返してもらうにはね、このアンケートに回答すると、まあ、1ポイント戻ってくるということなんで、まあ、これでね、まあ、実質、ただということになります。で、先ほど言ったね、誰でも5000ポイントプレゼントルール。で、さらに今ね、年末年始でこれプラス3000ポイントということなんですけれども、まあ、これはですね、1回すでに契約している人はダメです。1回戦目をね、契約してしまっている人はダメなので、注意をしてください。ここですね、特典、適用対象外のところに、すでに同一名義で、楽天アンリミと1回戦以上契約している人は、これ対象外なので、ご注意ください。あとはですね、もう一個注意点としては、楽天モバイルアンリミットを申し込み。まあ、これは当然申し込むんでいいんですけども、あとこれですね、楽天アンリミット
ストを開通し、かつね、楽天リンクを使用しなければ、このね、特典の対象になりませんので、注意をしてください。で、先ほどね、説明したモバイルルーターでは、じゃあどうやってこの楽天リンクのね、アプリがインストールできないのに、どうやってやるんですかっていうことなんですが、まあ、ここを見てください。モバイルルーターですね。楽天 Wi-Fi ポケットと楽天アンリミットをセットでお申し込みいただいた場合は、楽天リンクの利用は必要ございませんということが明記されてますので、楽天のね、Wi-Fi ポケットを購入された方は、特にね、この楽天アンリミットを使うというね、ところはやらなくても、まあ、自動にね、この5000ポイントのね、プレゼントルールに適用されるということになります。さらにね、先ほど言った年末年始大感謝祭とかなんとかっていうのね、3000ポイント今プラスアルファでもらえるんですけれども、まあこちらの方も大体ね、内容は一緒で、1回戦目の人は適用になりません。こうですね、すでに同一名義で、楽天アンリミと1回戦以上契約している人はダメですということになっています。だから基本的にはね、同じことなんですね。だから5000ポイント適用されるような方であれば、基本ね、プラス3000ポイントもこの期間で契約すればなるということになります。で、こちらのね、3000ポイントの方もね、ここにあります通り、モバイルルーターの方は楽天リンクの利用は必要ありませんということですので、モバイルルーターを購入してもね、このプラス3000ポイントのキャンペーンは適用されます。まあ、初めてのね、初めて契約する人ですけどね、なりますので、まあ、非常にね、お得なキャンペーンになっているんではないかなと思います。ということで今回はですね、まあ、以前にも紹介しましたけれども、まあ、楽天モバイルがモバイル Wi-Fi ルーターをばらまきかつね、さらに1月7日の8時59分まではなんと8000ポイントももらえるというね、ちょっと普通では考えられないね、キャンペーンをやっております。で、まあ、楽天はですね、一応300万回線までね、その1年間無料っていうね、月額の利用料を無料にするっていうね、キャンペーンをやるということだったんですけれども、まあ、最近ね、一応200万回線までは、一応契約がね、契約したということになってましたので、まあ、残りね、100万回線分ね、まあ、なんとかね、契約を取りたいということで、まあ、そういったところのね、中からこのさらにプラス3000ポイントね、つけてきたというところもありますけれども、まあ、なので、まあ、だいぶね、お得なキャンペーンというのは増えてきたと思いますし、まあ、今後ね、さらに先に行けばですね、どうしても300万回線ね、欲しいということで、もっとすごいね、キャンペーンが出てくるかもしれませんけれども、まあ、逆に言うとね、どっかの段階でその300万回線に到達して、このキャンペーンが終了するっていうこともありますので、まあ、いつ契約すればいいかっていうのはね、ちょっとわからないんですけれども、まあ、それでもですね、この楽天モバイルのキャンペーンというのは、まあ、基本的にね、損する要素、デメリットがほぼありませんので、まだね、契約されていない方はね、やっぱりその300万回線の中に入れば1年間無料で使えますし、こういった端末とかね、ポイントとかがもらえてしまうっていうね、ちょっと考えられないね、キャンペーンになってますので、まだね、契約されてない方は、まあ契約してもね、いいんじゃないかなと思います。ということで今回はね、年末年始大感謝祭ということで、まあ1月の7日までにはなりますけれども、まあ楽天モバイルで、Wi-Fi ルーターをね、無料でばらまきながら、かつね、5000ポイントプラス、このね、年末年始大感謝祭で3000ポイントね、プラスして8000ポイントばらまききつつ、さらに1年間ね、無料で楽天モバイルで使えるというね、非常にお得なキャンペーンをやっていますので、もしね、契約される方は1月7日までに契約されるとお得になるんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。